グラスに入ったバターミルクバターミルクは乳製品であり複数の異なった飲み物を指すもともとバターミルクとはクリームからバターを作った後に残った液体でありこれを伝統的なバターミルクと呼ぶさらに中東インドアメリカ合衆国南部等の暖かい地域で作られる様々な酸味を持つ発酵乳のこともシしイ用バターミルクと呼ばれる寒い地域であるが スカンジナビア半島やドイツ、ポーランドでも培養バターミルクはよく飲まれる。酸性バターミルクはミルクにレモンジュースなどの食用の酸を加えたものと定義され、バターミルクの代用品としても使用される。主な作り方としては、小さじ1杯のレモンジュースに1カップの牛乳を混ぜ10分、程度凝固するのを待つ、がある。これらバーターミルクの酸味は、牛乳の中の酸の量による。酸味は、 主乳酸菌がラクトースを発酵させる際に、副産物として作られる乳酸に由来する。乳酸が作られると、牛乳の pH は低下し、主要なタンパク質であるカゼインが凝固し、カードや凝固乳となる。この過程で、バターミルクは通常の牛乳よりも濃くなる。一般に、伝統的なバターミルクよりも、培養バターミルクの方が濃い。バターミルクはそのまま飲む他に、 ソーダブレッドなど料理にも使用される。元来、バターミルクとは、牛乳をしばらく置いておくことで、牛乳から分離したクリームをチャーニングし、バターを作る時に残った液体のことであった。このバターを作る過程において、牛乳の中に自生する乳酸菌によって酸味が生まれる。この過程が行われる一つの理由は、pH の低いクリームの脂肪は新鮮なものよりもまとまりやすく、 バターの分離が容易になるからである。酸性の環境は他の有害な微生物の生育を阻害し、品質保持期限も長くなる。インドやパキスタンの家庭では、ダヒから作られたバターミルクが現在も一般的に使用されており、さらにチャス、チャンチ、チャークと呼ばれるスパイシーなバターミルクが飲まれている。これらの伝統的なバターミルクは西洋諸国ではほとんど見られなくなっている。 現在市販されているバイオバターミルクは工業的手法により加熱殺菌、ホモジナイズ動された脂肪分1%もしくは2%の牛乳にストレイプテコカスラクティスという乳酸菌を加え作られる。着色したバターの固形物を混ぜてより従来の手法で作ったバターミルクに近づけたものもある。ブルガリアバターミルクと呼ばれるものはさらに酸味の強いラクトボシラスバルゲリカスという別の 種類の菌を加える、コンデンスバターミルクやパウダー状のバターミルクの需要も増えている。1900年代初期、培養されたバターミルクは、オーディナリーバターミクと呼ばれた伝統的なものと区別するため、アーティフィシャルバターミックというラベルを付けて売られたが、現在では行われておらず、牛乳に食用の酸を加えた製品につけられるようになった。バターミルクは、バター製造のために、 脂肪分がすでに取り除かれていることにより、通常の牛乳と比べて脂肪やカロリーが低い。カリウム、ビタミン B12、カルシウムが豊富である。バターミルクは牛乳よりも消化が良く、スキムミルクよりも多くの乳酸を含んでいる。消化が良いため、タンパク質やカルシウムが体内に吸収されやすい。牛乳一杯あたり157キロカロリー、脂肪分8 9グラムであるのに対して、 バターミルクは1杯あたり9 9キロカロリーで脂肪分 2.2g である。ただし、スキムミルクや低脂肪乳から作っているものもあるため、脂肪の量はブランドによって異なる。ありがとうございます。